えなんかあ、えー、まだなんかこういう何だっけ忘れたなんかやつあ忘れたこのやつをあの書くのあれちゃったそうやっほーえー、いけてるかなあなんか俺安定な赤のパジャマえそれな安定安定ではないあ最近なんか全然これ着てない気がするやばあテラップかあテラップや忘れちった テテッッププね、そう。な <laughs> んでテロップ忘れたんやろちょっとやばいわそれはちょっと頭弱くなってるちょっとなんか配信始まるまでちょっとねあの、課題してましたね <laughs> 真面目キャラみたいなのなってるけど半袖寒くないえ、寒くないよなんか暑いからちょっと今日は半袖みたいなうん全然大丈夫コールは言うかあ確かにコールの時な波床ってめっちゃ言いにくくない なんかみんなよくな,なんか練習みたいなのしてるけど練習してないか別にしてないわ間違えた「超絶かわいい」みたいな時波浮か」って言いにくいから確かにそういう時は優香か,かな確かに優香やな「波浮かはうのできますかうのああちっちゃいちっちゃい子たちやってたよねちっちゃい子たちを見守る中二中2メンバーと強化がうのやってた私はうのできるよだってうの強いもん知らんけど 知らんけどいや分からへんうの最近やってないでも一時ハマっててずっとやってたでもなんかルールよく分からんくてそうあいや分かるんやけどなんかローカルローカルルールなんかな,なんかその緑とかあるやんあれとかなんか黄色と青混ぜて出せるみたいな,なんかよく分からんけどそんなんやってたからなんかよく分からんかったえ何やろう <laughs> かわいいぞおありがとうございますやった かわい,いってなえー、なんか久々かも配信なんか案外久々に思えてきたどうなんやろおなじみサッカーユニフパジャマおもろおなじみやめていやおなじみじゃないよいや普通ぐらい普通ぐらいって何爆笑こんばんは試験あ試験はまだですねあまだでもないかなもう揃って感じかなめっちゃ遅ついてんねんけど <laughs> ありがとうございます <laughs> 影山君押しなあそうですねいやいやなんか前は押してたみたいなえなんかそうなんです旗がえめっちゃ前ですよ5年前とかあく熊ちゃんありがとうございますかわいいえあの5年前わかんないけどもうだいぶ前の時に買ったからでまあ折りたためずにずっとそこに置いてる感じ さすが賢ありがとうありがとう勉強大変やねっていやそんな大変じゃないよなんか好きな時にやってるからうんそんなやってない <laughs> そんなやってないあかんあ,ありがとうえ何、ー、のやつやろこれかわいいえー、ありがとうめっちゃ嬉しいですねこれはそれは嬉しいよな嬉しいよそれは嬉しいよありがとうありがとうほんまにやっとギフトの見方分かったからうんちゃんと見れますねありがとうございます えなんか新しいえだるまやだるま知ってるありがとうえそうあややっぱでこらしいねえありがとうございますえなんかその前まで前髪あったじゃないですかなんか前髪あった時何だっけ忘れた <laughs> あそう前髪あった時あありがとうありがとうマジであそうあちょっと待って前髪あった時のやつ忘れたわ 前髪あった時そうあのー、セットがだるくてなんかそう変な風になったりしたからこのなんかハーフアップちゃんはセンター分けセンター分けめっちゃまあいいと思うえなんか自分でいいと思っててる3文字のコールしやすいね確かにコールは岩波ナミでなんかそれふざ <laughs> 岩波ナミって呼ぶ人おるあーじゃあナミちゃんとかなんかイルハンが最近ナミちゃんって呼んでくるからコールナミちゃんってもうナミちゃんでやって誰か分からなくなるかな お披露目の時どうコールするか悩んでた <laughs> あじゃあコールも決めよう優香ってかぶらんかな優香ってかぶらんかなかぶらんかったうかがいいかもわかりやすいまなみんさんの卒業公演見届けてきたよえ私もうあの劇場にはいたんですけどねいや羨やましい見れたんはあの劇場にいてずっとあのコノンとまなみんさん来ないかなーってあのずっと待ってたかなーって感じですねえなんかそうなんだよね そうなんだよ、ね、あ待ってギフト待ってギフトの待ってどこのコメントやこれあーめっちゃご,ごめんめっちゃコメント読んでたえ待ってあギフトくれた方の名前呼んであげたらってあ確かにえギフトくれた方の名前って結構みんな皆さん呼んではる呼んでらっしゃるんですかねど,どう呼んだらいいんやろう全然知らないんだけど どう読んだらいいやろ何々さんありがとうございますってことかなじゃあちょっとごめんなさいちょっとねめっちゃごめんほんまにえめっちゃごめんえもうじゃあ読んだ方がいいよねあけいこさんありがとうございますねなんかこれ順位読みみたいになってるかもしれんありがとうございますちょっと待ってくださいあちょっとほんまにごめんほんまにごめん みなさんありがとうございます。ちょっとな,な名前を覚えさせていただきます。ちょっとギフトをくれた方、すみません。ちょっとあ読む読むのちょっとすみません。あの読みます。今から読みます。すみません。ちょっとああなんか間違えてあああいつもの方ありがとうございます。誰がポテトヘッドやさあいったありがとうございます。ちょっとすみませんちょっと間違えて赤赤くなってるのえっ、ー、と 村井とデコ出し界隈ですねえー、<laughs> えユウリンのこと村呼びなんやめっちゃおもろいねんけどあ確かになあユウリンと同じ界隈に入っているかもしれんえなんかでも私途中3回からさなんかえ今更来るんみたいな感じになるいいかな優香は言いやすくていいねああじゃあちょっと優香って呼ばし呼ばしてもらいました呼ばしてくれん あ、もうわからなかった。一回やめとこう。ナミちゃんなりの読み方でいいよ。ナミちゃんなりの読み方おもろい。ナミちゃんなりの読み方ってもう、なんかマスターしてるナミちゃんって。おもろい。いつもの方。いや、ごめん。いつもの方って、確かに。焦ってる。え、それななんか焦りすぎて、早口なる。〇〇さん。〇〇ありがとうございます。みたいな。知らんけど。いや、めっちゃ助かる。知らんけどおもろいけど。助かる。いつもの方。全員。確かに。<laughs> 確かに。 確かにそうだよね。早々版と古いの消えていくから気ぃつけやありがとう。ちょっと、そうだよな。ギフトをくださった方とか、全然、なあ、なんか、読んでなかったな。それはやばい。ギフト読みまですると波ゆか頭パニックになりそう。いや、確かいや、大丈夫だよ。見くびりすぎやで。一ち全然読んでない。けど。え、どうしたらいいのこれ。名前読まなくて大丈夫だよ。いや、えー、ねえ。 どうしよっかな「なな呼びますねこれはなんかありがとうございます」だけど何をな急に「ありがとうございます」言ってるやんみたいななるもんなそれはちょっとやばいえー、テンパってるのがおもろいやめていややめてじゃないなテンパってる確かにちょっとテンパってるわやばいそうやな読んだ方がいいやなちょっとじゃあちょっとこれからそうやってお願いしますあやば ちょっと難しいいわーショールームうんいや分かってたけど分かってたけどねコメントをタイムラインにしておくとギフト気づくからその前に読んでもいいその時に読んでもいいよああじゃあギフト届いた時にタイムラインそっか見てたら分かるもんねえじゃあそれやなそうしようえなんかどれがギフトなんか分からへんギフトがえなんかギフトのさあっセレゾさんありがとうございます な、なれえー、すごいなんかちょっと待ってめっちゃ重なった <laughs> あ、すいませんちょっとやばいあーなんかもうあかんわちょっとごめんごめんなさいありがとうございますえー、もうなんかやばいわちょっとすいませんもうほんまにでもありがとうございますちょっとやばいねこれじゃあちょっとギうトくださったらちょっと全部見ますって言ってから読んでないよなって言ってから読んでないもんなあやばいそれは ギフト読み覚えた記念。いや、ちょっとまだ呼べてないからな。<laughs> まだ、忘れたさん呼んだけど。まだ <laughs>、みんな呼べ、呼べてないな。えのやつはギフトよ。落ち着いて。ああ、そうやんな。えのやつってギフトやもんな。とりあえずギフトくださったら、名前を読んだらいいってことやもんな。もうなんかさ、え、初心者にも報道あるかも。ちょっとなんか初心者超えてなんか、あ、逆に上級者ってこと あ、それは違うななんか模様 <laughs> わからなってきたわからなってきたごめんほんまにちょっとずつ成長する波江がおもろかわいいいやちょ,っと <laughs> ちょっとずつ成長ってもう全然成長してないやん <laughs> やばタワーは呼んであげようそうですよねタワータワー初めて見ましたありがとうございますほんまにえー、もうこれで覚えましたタワーは特別やからもらったらイラスト描くメンバーもいるよあそうなんですか イラストちょっと私下手くそなんですけどえー、<laughs> あでもあのそうですねホラーホラーなイラストやて描けるけどうんあそれでもよかったらちょっと描こうかなと思います <laughs> あそうですよねイラストあでも分かんないうまいかもしれへんあうまいいや今めちゃめちゃしてる分からなってきたクラッシュ寸前な波がいじめたらあかん ああいやいじめられてないんです。い,やいじめられいや、いじめられてないですよ。大丈夫です。ちょっと。一回水挟んだら、なんか、あ,あなんか清くなってきた。大丈夫。ありがとう。なんかほんまにやばい。あの、タイムラインがよくわからん。これかなタイムライン。多分ね。タイムラインこれあ、ちゃうわ。タイムライン違うわ。どれがタイムラインなんかごめん、タイムラインがちょっと、なんかさ、わからへん。なんか <laughs>、 下手くそすぎやろ多分これタイムラインやな <laughs> みんな順番にギフト投げますいそれあかんそれはあかんな順番にギフトって何 <laughs> 私あの死ぬかもしれへんわあ死ぬじゃないわそれちょっとええ <laughs> いや知らんけどいやそんなもうな成長してる30分遅れやったものいや <laughs> 懐かしいなんか もうだいぶ50分もなんかなやばかったよな最初の密着配信のショールームの時ありがとうございますありがとうございます急に <laughs> ちょっとなんかわからなってきたありがとうございますって何わからへん SP ギフトを見てね SP ギフトってこれかな SP ギフトかな多分これはええー、ちょっとマジであかんわあファンファンサイさんありがとうございますよしやっと読めた じゃちょっとこの調子で読んでいきますねあのはいもうほんまにごめんなさいありがとうございますゲートはタワーだけ呼んでるメンバーがほぼほぼやと思うまあぼちぼち行こうあ、そうなんですか言うとそうなんですねちょっと全然わかんないけどああありがとうございますあーなんかもうねえ、なんか教えてもらっちゃってるよななんか <laughs> いや、ほんまに助かるんですけどこれはありがとうございます あけっこさんありがとうございます13分でやっと1件読めた13分でやっと1件あはははそこそこギフト読めたってことうわ泣けるそれはやばいえなんか恥ずかしいなちょっとそんなカウントしないでくださいよ13分ってありがとうございますこんばんはこんばんはギフトで読んでる配信もおもろなくなるしなあ確かにギフト一通りってことかな確かにギフト読みすいや <laughs> まあじゃあ私早口で いやそんなんあかんな早口で読むって何笑ったマジでギフトばっかりいやまあねそうですねちょっともうまあこれで覚えたんで大丈夫です定型文だけすぐ変えて慣れてる感出しだけどギフト読みテンパってるのおもろいあ, <laughs> あかま恥ずかしいわそれはちょっともうあかま <laughs> 定型文変えてえなんかさ なんかさあって言っちゃったなんかですねあのー、コメントの上にそのみんなピン留めしてるコメントなんかなんていう自分のコメントピン留めしてるみたいなやつをやってみたんですけどできてるかなウェルカムウェルカムちゃう <laughs> ウェルカムちゃんだめ呼ぶの慣れといたらイベントの時と役立つであそうなんですか呼ぶの慣れてたらえじゃあこれでなんか小ールームうまいかバレちゃうってことですねこれで下手くそってバレちゃうかもしれない。 あ,スマタスありがとうございますえこれでえバレた恥ずかしいなおいしいおいしいわあセンタルさんありがとうございますあ誰もえな何かさ何やっっけできてないできてないって波床ポーズこれ確かにこれやったなできてないで,できてるはずやけどなあじゃあできてないかもできてないかもしれないできてないって言われてんな 結婚してなんかやつあるんやおもろえなんかおもろいなありがとうございますぬっしーさんあつきあさんありがとうございますえやばほんまにあかんわうんーえ何やったっけ何してようとしたんやったっけあコメントのピンと目か忘れた忘れとったお水お水以外ちょっとだお水ですよさすがにいや何も入れてないですなんか逆に何回やってたら私ちょっとあかんわ には先輩メンバーの配信見て勉強しようあーえ見、ー、見てますよあ見てまますすよかね <laughs> あの、えー、通知来るようになってるんで通知ちょうど見た時には通知来たって分かった時は見てますね嫌なのに分かってないねあ赤ワインのパーカーさんありがとうございますあセンタルありがとうございます結婚してってなあおもろえー、なんか他もあるって感じなのかなそっかええー 忘れんの早すぎやろやめてください <laughs> 恥ずかしい確かにあ晩ご飯何食べた晩ご飯ねあまだ食べてないわそう先食べようと思ってあでもなんかお風呂入ったやつやったからあこれはもう無理やって思って食べてないっすねあ多分パスタ食べますパスタ食べますよあっケさんありがとうございますかわいいってあかわいい <laughs> <laughs> ありがとうございますありがとうございます言うの遅なったごめんなさい水派お茶派ゴンチャ派いるよねゴンチャ派絶対汗ねえやんそれそうなんかずっと汗ねえゴンチャやってるあそんなことないかな最近ゴンチャじゃないかなコノンがゴンチャって言ってたなあんそれなそうだなあカルチャーされたフ,ファンファンファンサイさん合ってるんかなありがとうございます イベントの最終枠の配信とかめっちゃギフト飛んでくるからパニクるよあそうなんですかえー、わかんないよわかんないよこ来るかなイベントの最終ええー、来るのかなわからないけどえーじゃあもう私あれやんなもう一生ギフト読み配信やってたらもうどうする <laughs> 視聴者ゼロになるかもしれん <laughs> あ誰がポテトヘッデさありがとうございますあもうなんかどう あかん,わなんか読むの下手くそやわちょっともうこれよ読んでたらちょっともう難しいなどうしたらいいこのごんちゃは混ぜてるなえ確かにちょっと混ぜてますよねなんか混ぜてる子多いかなおせ混ぜてる子多いよ多いですね可愛いで照れてる照れてるあはははは棒読みですか <laughs> 違うか私も結構コメントコメントじゃないわなんか LINE 時とかも「あはは」って書く時あるんで。 そんな感じですよねどういう感じって感じええー「波床かはブリュレ言えますか?」言えますよって今言えちゃったし <laughs> ブリュレってな美味しいもんねあれは美味しいよねほんまにほんまにキレ <laughs> てるみたいになってるえっ、ー、と今はイベント参加してないやんあーイベントってなん,なんやろ参加あーそうですねなんかビスとかやってましたよね 参加してないですねそれはいやしたい気持ちやまやまなんですけどしてなかったですね何してんねやろ <laughs> あ参加しろって感じやもんな一生は嫌やなあおもろ確かに一生は嫌だよねうんえわ分からへん何がか分からんけどあれかなギフト読み一生してたら嫌ってことやな <laughs> 多分え知らんけど全然違うかも「浪床は歌うまい」とサイポン言ってたよ え本当ですかあさやぽんんか言ってくれてたなえー、もう嬉しいねこれはでも歌うまいとかじゃないよなあまあ特技で書いてるけど特技書いてるけど書いてるけど歌うまいとかじゃないしみたいなあ歌うまい歌うまいから特技書くもんなみんなあ違うわ何やろ歌好きやからでもなんかうまいい,うまいんかな分からへんなんか強い系の歌やったまあ、前も言ったわこれデジャヴや <laughs> あ,のあれやな何やろなんか強い系かっこいい系やったら歌えると思いますでもあーでもなんかそうやな可愛い,い系とか歌えないないやもうあかん怪物的かなそれは <laughs> アイドル曲全部歌えなくなるやつそれやったらやばいねあでもかっこいい曲とかやったらいけるかもうんその時はイベント終わって落ち着いてからやんだらいいよ ああ、待って、そうだ。そうや。あの、あれですよね。あのギフト、ギフトちゃんはなんか、お礼配信みんなしてたよね、あれ。ねあーそれか。そういうことね。ああ、お礼配信か。そん時にやったんいいや。なるほど。はんはえー、なんかめっちゃ勉強になるかも、これは。なるかもっていうか、勉強になってます。ありがとうございます。<laughs> なんか先輩みたいな。ちゃかちゃか読めるようになるよ。知らないけど。えー、ほんとですか 読めるかなもう全然難しいまあギフト気づいた時気づいた時ってもう気づかんかった最悪やなちょっともう分からんなってきた一旦ちょっとカットでカットって何 <laughs> <laughs> えっと何や何やでっけあかんわちょっとコメントもかしたくその歌ギラギラ聴きたいあそうなんですあのあださんの歌は結構歌えるんですよギラギラね 歌いたいんですけどえ歌,えて歌いたいんですけどショールーム歌っていいか分かんなくて <laughs> 歌っていいのかなみたいなうんなんか分かんなくてそうですね著作,著作権みたいな分かんないけど分かんないです上手いと思うなマジでえー、そんなんありがとうございますええー、まだできてないですねドラクエえ確か3ですよねなんか おとと,いおとといかな吉弥さん朝配信してらっしゃってドラクエ3ですかねドラクエ3かないや私もねあれ欲しいんだけど欲しいんだけどさお金貯めてるんだ今買いたいものないけど <laughs> 買いたいものないけど貯めてるからちょっと使いづらいなって感じかなうわドラクエ3欲しいなそうやな 死理滅裂でおもろい。死理滅裂かなまあ、そんな感じ。なんか死理滅裂って言われたらかっこいいからなんか全然嬉しい。わらかさんといて。わらかしないっすよ <laughs>。ピアノ動画の新しいやつ見たい。あ、ピアノですか。もうね、なんか今爪ちょっと長くて弾いてないですね。ピアノ最近もう行ってないかも。うん。そうだね。全然行ってないわ。もうそろ行こうかなって感じかな。 カラオケの18番は何ですか18番ってどういうことおはこってことかなおはこを1818 <laughs> 18番って絶対違うもんなおはこかなうん、知らんけどお箱はこはえな何やろ何やろえおはこかえー、でも全部歌ってるなんか全部歌ってる違う全部歌ってるは意味分からんな,なんやろなんかでも前までは ミゼスグリーンアップルさんの「けすらすら」をずっと歌っててえ全然歌う,なんてうまいとかじゃないうまく歌えるとかじゃないけど歌ってましたねえ何やろ何やろええー、まあアドさんとかやったらおはこかも嘘嘘ついた <laughs> 息を吸うように嘘ついてもまあそうですねえー、おはこか何やろな確かにわからな,くなってきたあでギラギラでおはこギラギラにします <laughs> えー、また公園で浪床の自己紹介聞きたいあ自己紹介ねもう全然してないもんななあ全然してないけどなん,かふなんか不意になんか頭に浮かんでくるねんな自分の自己紹介がちょっと腹立つそれ思い浮かんだ時なんかもうなんかもうねはい腹立つわか <laughs> 10期生だけで人狼配信もしてほしいなえなんか人狼配信あ楽しそうなんですけど 人狼なんかあ私もういつもなんか疑われるから疑われるっていうかあも,うもう人狼って疑われずにもう殺される時もあるから、うん、もう「あもう波床でインチちウう?」みたいな <laughs> やられる時あるから普通に泣けるそれはじあじゃあじゃあ,あカラオケ配信もせなあかんしてえカラオケ配信できるんですかねあーなんか カラオケーなん <laughs> 決定戦みたいなお前やってらっしゃってるキウキさんがあああれとかいいかないいなあでも <laughs> いやそんなうまく歌える自信ないのでいやめっちゃ弱気や歌うまくじゃないなまあまあ自分は気持ちよく歌えるんで <laughs> 波ゆかは声がかっこいいもんね声かっこいいですかねかっこいいですかねなんか今風生えてて 昨日なんかあの短パンで短パンってか半,半ズボンで行ったせいでなんか凍えて <laughs> あのもう寒すぎてあの声枯れまし枯れそうになりましたね今ちょっと低くなってるかも知らない褒められると褒められると照れてるなゆうな <laughs> 噛みすぎた波床かわいいぞあかわいいって言ってくれてるから嬉しいですねこれありがとうありがとうテストに出るのでチェックどれあ待ってめっちゃ前のコメントに出るからかな 皆さん教えてくれるから大丈夫ギフトを教えてくださる確かにめっちゃ教えてくださるもんありがとうございますあめっちゃ前のコメント読んでるやっぱ一旦カットでってカットって何ってなあ,あさっきだいぶ前にカットしてたもんな、まあ、カットしたら、まあ、もう忘れてくださいそっからもう皆さんもうえ <laughs> 多分著作権あかんね確かに著作権あかんかもしれへんなあかんかもしれへんじゃん絶対あかんねんな 絶対いいか,分からないえでもカラオケ配信やったら歌えるのかな多分何事も波岡流でいいんじゃないえ波岡流でいったらなんかもう著作権全部無視して <laughs> やりそうやねんけど大丈夫かなバンされるかもしれない私え本当にギラギラ聴きたいえめっちゃ歌いたいですもう歌いたいっていうかまあそうですねまあ家におる時は結構風呂とかでよくめっちゃ歌ってるんでえ恥ずかしいな <laughs> 恥ずかしいなもうやめとくわそれは後ろの配給あそうです配給ですもう著作権あるなあかんわどうなんやろどうするこれ歌ったらあかんで4 8系しかあかんはずよ4 8あそうですよね48グループ系じゃないとえじゃあ何歌おうかな <laughs> 何歌おうかなってなんか歌う前提で喋っちゃったけど33 ドラクエ3出たねってあスイッチ持ってたらそうですよ、ね、スイッチ持ってるんですけど最近やってないなもう最近なんかもうスマホゲームも消してねえ,もう,ねえもうえらい鍵ちょっともう自分で言っちゃったあちょっともうああコメントコメントしちゃおうあ,ありがとうございますわかるわかるってわかるぬっさんわか,かるって <laughs> おもろいわか,かりますよねいやありがとうございます アコさんっアニメキャラのコスプレしてバーン,ンされるんですかやばーえ、じゃあうちコスプレ結構あれですねなんか何個か持ってるんですけどなんかアニメのコスプレなんでちょっとやばいかもなんかだいぶ前にそうですね銀玉のかぐらちゃんのコスプレしてたんですけどえー、バーンされちゃうかもしれない あー近所から聞こえるんだ美由の歌声かやめてくださいなんかそんなな,なんや近所から <laughs> 近所から聞こえるってんかもうえもうほんまに近所だって恥ずかしいですねこれ泣けるあでもそうなんですかねまあ私の前の道を通ってる人も思うんですよね多分そうですねなんかなんか歌ってるわみたいな <laughs> あっというか今日あのあれですわあ,のあれですわ <laughs> なんか,なんかうんそうですねあの何だっけ忘れたあーちょっと待ってもう28分やから最後のこの話だけしようえなんかあのー、今日はあのー、コンビニにいやあのお母さんにコンビニ連れてってもらってえ、普通になんかあのグミ食べたかったんでであのー、何だっけあそう車で車で行ったんですけど車なんか歌っててえなんか 何の曲か忘れたっけど歌っててで歌ってなんか気持ちよくなってたから周り見えてなくてなんか,なんかそうドア開けちゃってドアっていうか車のドア開けちゃってなんか横の人横にく車を止めてるんですけど誰かその人なんか窓開いててめっちゃが見されたんですよね全然状況,つか状況伝わらんわこれやめよう。 <laughs> 何も何もおもろなかったなんかオチもないなあオチオチは何かシーって言ったらまああのまあ窓開いてたことぐらいか、まあ、もオチにもならへんオチ分からへん <laughs> やめよう猫間の家にもやばいかも確かにいや確かにやばいかも神戸の時リミスタの波浴が全然いけなくて悲しかった悲しいこれ <laughs> ええー、いやまあそうですねちょっとまた会えたら嬉しいですけど ままた今度会いましょう <laughs> 銀玉も押さえてるのさすがすぎるあ銀玉そうですね押さえようと思ったんですけど長すぎてあのえ2期2期って言ったらいいかなえなんか何年目とかは全部見たんですけどいつまで見たんやろえでも半分ぐらいしか見てないし半分以上は見てましたけどって感じですねはい大阪やけど大阪え大阪やったらちょっとほぼほぼ近所ですよね それはちょっと困りますわちょっと引っ越しますえじゃあ引っ越しますいや引っ越しますって負担でかいわエリザベスのコスプレなら大丈夫え大丈夫ですかあれああまあなんかいけそうエリザベスのコスプレしてみたいでも私って分からなくなるよなかぶってああまああれっすねあれっすねあれですわ当ててるあれですわ当てちゃった確かに うん急になんか無音になってしまった閉まらんぞ延長ややめてください延長ってなんですアディショナルタイムいらないですねうますぎて絶句してたんや思ってえあのー、そう思いたいんですけどなんか見方がなんかこんな感じだったんでえ絶対分からへんこれこれ感情分からんけど落ちになってないの分かるの偉い。 いやなんかめっちゃ楽しにめっちゃディスってますよそれあ <laughs> 泣けるもうあ泣けるまあそうですねじゃもうそれ配信もらおうかなもうだってだってもう31分やでやばいと思うそれはもう30分までって言ってなあ時間守らへん人みたいになるから幕張で待ってるでありがとうございますそうですね奈美ちゃんのカラオケデビュー曲はどんな曲って気になるカラオケデビュー カラオケデビュー曲ってどういうことやろああだからあれかなええー、まあそうですね皆さんの前で初めて歌うのなんかカラオケ配信とかで歌うやつのデビューは何の曲にしようかな何の曲にしようかな,うかないやもう悩むねこれはまあまたそうですねまた決めますよこれはアディショナルタイム30分え、30分やったらもうもう10時10時や <laughs> やばい何やこのスピード感スピード感ちょっと早すぎますよねちょっと。 じゃあもう1回1回じゃないな一旦やめていただい,いたいただきます <laughs> やめていただき自分に尊敬語使ってもったごめんなさいなんかすいませんなんかまあ自分尊敬してるんかな終われんけどありがとうございましたちょっとねギフトもねこれから読んでいこうと思いますこれからじゃ今からじゃないけどあ,あのあじゃあこれ読めそうやなちょっとそうですね読めそうじゃない あじゃあちゃんさんありがとうございます。デビアさんありがとうございます。赤ワインのパーカーさんありがとうございます。清文さんありがとうございます。ヌッシーさんありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとねあ、じゃあもう順位,順位読みます、えー。13位、清文さん。ありがとうございます。12位、ぬっしーさん。ありがとうございます。11位、赤ワインのパーカーさん。ありがとうございます。ありがとうございます。10位、カルちゃんさん。ありがとうございます。9位、 脱力系デジさん、ありがとうございます。八、リサさん、ありがとうございます。ありがとうございます。七位、けいこさん、ありがとうございます。六位、ニムさん。ありがとうございます。え、ありがとうございます。五位、誰がポテトヘッデさん、ありがとうございます。四位、イノさん、ありがとうございます。三位、デビアンさん。ありがとうございます。 拍手下手くそか <laughs> 2位ハッチさんありがとうございます読むの遅いななんすいませんね1位セロゾーさんあほんまりありがとうございますじゃなんかまあイラストなんか書きますねあのあれですね書きますあ下手くそかもまああんま期待しないでください <laughs> 次の配信で出しますねありがとうございました拍手が雑なのおもろいいやもう雑じゃないですよもう感情こもりすぎて雑になってるんです一周もってね 楽しかったよありがとうございますねもう楽しかったっすじゃあ晩ご飯食べてくるんでありがとうございましたバイバーイえ待ってああかん配信切るの